やってまいりましょう。手持ちのつもすべて紹介しておるまで終わりません。続きましては熊野プーさんより、いつもお尻の位置と家が定まらない、なんとも言えない哀愁漂うキャラでございますね。いいよね、でもいつも思うんですよね。いいよさ、家を建てるのはすごく立派なことなんですけど、建てた家、あなたあれいつも入れないサイズじゃないって思って、入れるサイズだとはちょっと思えない気がするんですよね。やっぱり家はね、すべてなんぼですからね。ところで16以上のツムを、繋いで消すというミッションなんですが、いいようだとこの通り一気にね消すことができるんですよ。そしてさらにまたいいようが増えますので、いいよう増殖計画ということでね、無限いいようって怖くねっていう話ですよね。はい。でこうやってねどんどん消してね、消してねってまた溜まるんで、ほいでいいようがちょんと出てくると。ほい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 。いいよ、意外といいかもしれないですね。毎ツムを消すっていうもので、かつハピネスツムでやりなさいっていうパターンだったとしたら、意外と稼げるやつだと思いますよね。ただ、ビッグツムに関しては、対象外になるのかな。まあ、ハピネスツムだからそこまでは求められないとは思うんでね。ほい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 。さあ、どん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 いいように、いいよう食に染めていきましょう。で、いいよういっぱい作ってね、家建ててもらわなくちゃいけないですからね。いやー、いい家住みたいっすよね。いい家って何っていう概念なんですけどね、僕からしたらね、もうね、もう条件は2つですよ。筋トレ部屋があるのと、書斎があること。この2つさえ揃ってれば、もうどんな家だっていいっすよ、本当に。で、屋根が家でもいいのとか、そういうふうに、もうヒエヘリクスは置いといて。ああ、あでっかい粒になっちゃった。そうやっぱね、自分一人になれる空間と自分をもう心身ともに鍛えられる部屋、この2つがやっぱ揃っててほしいと思いますんで、ね、筋トレ部屋と書斎、これは外せないですね。ぜひ欲しいね。提供いただける方いたら嬉しいです。はい、とどめまでいいよっていうね、もういいよ尽くしですね。はい、ということでいいよはご自身を増やして家をどんどん建てちゃう、そんなツムでございました。では次回お会いいたしましょう。デハデハ。